どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ伝統芸能していきますよ。さあ伝統芸能を今回はしていきましょう。さあ皆さん、私の伝統芸能といえば何ですか？はい、そうですね、ジャンクアタックです。はい、本日もクソゲーをかましていきます。ジャンクアタックは相手のモンスターに装備して自分が自爆特攻すると相手のライフを削るっていうカードですね。なのでこのジャンクアタックを相手に装備しまして自爆特攻を繰り返すっていう最強の自爆特攻デッキが私の伝統芸能となっているんですが、本日はですね、伝統芸能自爆特攻部隊に新入りが、入りましたんで紹介していきましょう。巨大ネズミさんです。強い、非常に強い。これリクルートできるんですよ、ジャンク巨大ネズミっていうのは。もちろんあの今までやったあの動画を見ていただいた方は分かると思うんですけども、ピラミッドタードとかこのゾンビーナとかこの辺のモンスターっていうのは、まあ自分が戦闘で破壊されるとなんか出しますっていう効果を持ってるんですね。で巨大ネズミさんが戦闘で破壊されると、これね、結構緩くて攻撃力が1500以下の持続性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚できますよと。だから巨大ネズミから巨大ネズミっていうパターンもできるし、巨大ネズミからピラミッドタートルもできるんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。だからなんかね、この組み合わせで確か最大なんか12連打ができるらしいですよ。なんかどうやらウィキ見たら12連打って書いてあったわ。もうなんかヘルカイザーさんもびっくり持っていっちゃった。びっくりの連打ゲームになるわけですね。で、まあ、サイバー流なんか流行ってらしいですけど今環境で、まあ、真のサイバー流とは何ぞやっていうことをね、ちょっと皆さんにお見舞いしていきたいなと思っております。で、まあ、ジャンクアタックをサーチするように、小説入ってます。なんかね、クリッターはもうね、もはやね、なくてもいいかなと思いました。なんかもうリクルーター多いから、すんげえ多いから、だからまあもういいやと思って入れてね。で、ナイトショットと、ハリケーンで相手の爆破戻すと。で、これたまにね、OCG 勢だと、これなんで戦闘ダメージ受けないんですかってすんごい質問してくる方がいらっしゃって、俺確かにと思ったんだよね。意味わかんないよね、多分。なんで戦闘ダメージこっち受けないんだよって思うと思うんですよ、多分。知らない人は。普通はこの OCG のコンボって、スピリットバリアとかを発動して、なんとかその自分の戦闘ダメージをゼロにするっていう効果だから、効果っていうかデッキだから。これね、聖なる守護っていうスキルがありまして、これね、自分のターン、自分への戦闘ダメージがゼロになる。つまり、スピリットバリアとかを発動している状態と同じってことなんですよ、スキルで。これで、戦闘ダメージをゼロにして、相手だけジャンクアタックのバーンダメージをぶち込んでいくっていう、そういうデッキとなっております。早速、伝統芸能、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウ君、よろしくお願いします。デュエル3倍。俺さ、はっきり言っていい、なんか俺最近さ、ちょっとこいつ嫌いになってきたわ。とはっきり言いますけどね、めちゃくちゃはっきり言いますけど、なんでかっていうとね、強いからです。環境に蔓延してきまして、サイバー流が。そしてね、強いんですよ。だからちょっと嫌いになってきました。まあヘルカイザーが僕一番好きなんですよね、キャラクターの中では。キャラクターっていうかデッキか。紙の方でもね、サイバー流デッキ、まあ、ブラックマジャンデッキとサイバー流デッキがやっぱりどっちでもなんか、なんていうの、ずっと使ってるんで、まあ、一番好きな2つのタイプのデッキになるんですけど、この2個がね。うん。ちょっとね、リンクスだとね、ちょっとね、使われすぎてマジで嫌になってきた。なるほど。一回ちょっと、内緒打つか。内緒打って、ちょっとサイバーでデッキオーバーショーでしょ、これ。あ、サイバーのフィールドだった。セットでエンドじゃない、これ。一回エンドでしょ。いや頼む、マジで。ちょっと900っていう打点さ、低すぎるからさ。もうちょいさ、でかいやつ立てよう。ちょ、サイバーツインかランページ出そう。サイバードラゴン OK、 いいよ。あ、いいじゃん、2800 OK、 いいよ、 OKOKOK で、オーバーロード、あ、強いね。でサイバーロードフュージョンもあると。いや、これなかなかやべえぞ。これ何連打飛んでくる、俺。これ何出てくんの、これ。ランページかな、ランページかツインか、ちょっと。あー、オッケー、ランページね。で、ランページで3連打くる。3。で、サイバーロードフュージョンは今、ぶち壊したんで、まあ、フィッティングダーになければ、とか、これ1、2、3、4連打か。4連打だ。4連打飛んでくる。やばい、耐えろ。耐えろ、壁、耐えろ、
俺のライフを守れ、カメ。よし、マスター1連打、オッケー。で、ターと効果。耐えろ、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 耐えろ。一回耐えろ。よし、耐えろ。オッケー。耐えて、で、もう一回。オッケー、これで、もう一回耐えていく。で、ピラミッドターとの効果。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。めちゃくちゃ耐えろ。めっちゃ耐えろ。オッケー。そんな連打には屈するな。そんな連打には屈するな。よし、ピラミッドターとの効果。オッケー、相手の攻撃終わった。でゾンビーが、いやでもこれ、ね、種がなくなるんだよね。これやりすぎるとデッキに種がなくなるっていう問題は発生するか。オッケー。でもう一回ピラミッドタートル出してきて、でこうでしょう。オッケー。耐えた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 。よし、オッケー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 。よーし、連打できるのはな、お前だけじゃねえんだ、ヘルカイザー。覚悟しろよ。よっしゃ、全員攻撃、アタックフォーメーション、いっけ。1連打。お前は何連打だったっけ。4連打か。てめえは超えてやる。しゃ、俺は2連打しゃ、泣いて許しを超え、お前が今までワンキルしてきたやつの顔を思い浮かべろ。これ何連打目だ。4連打目か。これ次4連打目。ほら、お前の罪を数えろ。今5連打目終わったから、これ次6連打目。ほら、しゃ、おれ、うわ、6連打。うれしゃ、おれ、7連打。カレンダーじゃボケ。俺の前に二度と顔見せるんじゃねえ。さあ、お相手の方、マーキングカード来た、ブラックマンチャンデッキですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、カードを一枚セットしてターンを終了。さあ、マーキングカードということで、まあ、ブラックマンチャンデッキではないわけがないんで、まあ、ブラックマンチャンデッキと。で、何があるかっていう話も、あ、それ弱いね。それ弱いじゃん。魔導士ない。オッケー。それは弱いね。これはじゃあ、ちょっとさすがに、割っておきましょう。多分ナビゲートね、1枚ぐらいあると思うんだよね、俺。ナビゲート1枚さすがにある。で、ここ、ぶち割っていこう。あ、オッケー。で、これはじゃあ、それナビゲートか。今、チェーンできてるってことは。これナビゲートだ。あ、オッケー。で、セットだ。で、ターン終了だ。よし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 。オッケー。なんか、てか、プレイマットカナディア押しすぎじゃないこの人。どんだけカナディア好きなんだよ。で、マジシャンズロット、オッケー。で、マジシャンズロットの効果で、ナディケで持ってきていく。で、ブラックマーシャンがいるから、これで一応出せんな。オッケー。でもね、ありがとうよっていう感じなんだけど、あ、ありがとうよ、ありがとうよ、1600とかいう超高打点のモンスターを攻撃表示で出してくれて、お礼を言うぜ、パンドラさん。ただし、お前の命はもうここでおしまいだ。地獄を見ることになるぜ、パンドラさんよ。マジシャンズナビゲートが墓地に1枚落ちてるらしいな。ただしな、俺の手札にはな、ジャンクアタックが今2枚。いいだろう、ナビゲートいいだろう、ナビゲートいいだろう。ブラックマジシャンを出しておかないと魔法トラップカードを無効にできないからな。いいだろう、いいだろう、いいだろう、いいだろう。で、1枚そして出していく、そして2枚た2体目を出していく。 OK、 さて、処刑のお時間だ。ジャンクアタックを装備、ブラックマジシャンさん、いい攻撃力してますね。ナビゲートで1枚無効にするといいですよ。なんでかって、2枚持ってるんですよ。2枚あるっす。はい、ブラックマジシャンさん、いやー、ありがとうございます。攻撃表示ありがとうございます。いきまーす。はい、1号機いきまーす。1号機いきまーす。はい、マジシャンズナムゲート、ここ早く発動してください。チェーンがうるさいんで、チェーンうるさいんで早く発動してください。いいでーす、 OK でーす。1枚見込んでいきまーす。はい、ありがとうございます。ジャンクアタックの効果を2回発動。あ、これ2回発動するの、めんどくさい。これビビになるやん、めんどくせえな、これチェーン。もういいや。はい、2号機いきまーす。おい、さっさとサレンダーしろよ。お前の命はここで終わるんだ。何が起きるか分からねえのか。お前のライフポイントはこのターンで削り切れるんだよ。おい、パンドラ聞いてるか。
今3号機これ3号機来ました。3号機、はい、4号機出します。はい、4号機来ます。はい、行きまーす。さっさとサレンダーでもしたらどうだ、パンドラさんよ。俺様の弾はまだまだあるぜ。6号機行きまーす。あれ、数間違ってから、まあいいや。6号機破壊されましたので、7号機出しまーす。はい、行きまーす。エヴァンゲリオン7号機行きまーす。で、エヴァンゲリオン7号機の効果行きまーす。はい、ドウ。はい、8号機いきまーす。汎用亀型決戦兵器。はい、対戦ありがとうございました。バイバーイ。何がブラックマジシャンじゃ、おととい来やがれ。さあ、お相手の方、海橋社長、よろしくお願いします。デュエル3倍カードを1枚セットし、ターンを終了していく。さあ、意外と手札はいいですよ。これ反転召喚したら勝ちですね、これ多分。これが反転できたら勝ち。セットいいよ、セットオッケー、セットいいよ、セットいいよ、セットいいじゃん。セットオッケー、いいね、いい感じだよ、今のところいいよ。ネズミセットだけしよっか、一応ネズミセットしとこう。で、ターン終了ですかね。はいはいはい。で、これちょっと狡猾だけやめていただきたい。いいです。あ、コズミックサイクロン。マジっすか。自分で自称していく。なるほど。シードクラッシュか。はいはい。オッケーです。シードクラッシュ、これ何すんの、ノロセンスハイレベル。なるほどね。ハイレベル何引いてるのこれ。何を引いてくるこれ。これどういうデッキこれ。魔獣の怪獣。はい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 。なるほど。魔獣の怪獣でノロセンスハイレベルか。あー、これドローセンス地面ですか、これもしかして。これ実質ドローセンス地面スタイル、まさかの。それ何引いたの、それハイレベルで引いたの、何これ、何を引いたんですか。これサンタですよね、これ間違いなく。まあそれ分かってた。ちゃった、やばいやつ来たやっべえやつ来たって。でこれ待って、あでも一応リバースはできた。これさっきリバーシュなかったね、一応。で、これさ、でもさ、待って、神はね、対象に取れないとかいう効果って言ってるから、これ装備できないんだよ、これ。ちょっと待って、どうしようかな。これ装備できないんですよね、これ。装備できないから、どうしようかな。まあ、でも、一旦これ、こうするしかないか。こうしかない。まあ、次の横に出してきてくれることを祈ろう。多分ね、これ横には出してきてくれるんじゃないかな。狡猾さっき撃てやクソゲーかよマジで。これダメっぷだろマジで。なんで今撃ったんだよクソが。